ステージ向かって左の方から山野さん、オンギター。さっきは、グループでね、キックナックスで出ていただきました。でこれからまだこれから出番はまだ控えておりますけど、カウンティーフェアの平井さんでございます。オンギター。そして何回か出てきていただいております田中実さんでございます。オンギター。先ほどの、ね、マーク・マーフィーさん、アンド・レスリーさんに出てもらいました。マーク・マーフィーのギター。古賀トラベル代表、古賀工学のギター。一曲目、ドッグ・ワトソンなんかがよく歌っておりました、バンクス・オブ・ディ・オハイオ。Just a walk a little way. As we walk, we could talk all about our wedding day. Only say that you'll be mine, and I'm all in happy be down the side where the waters flow on the bank. Thank you.
らしい企画で、カズキャンプ今までやってきていますが、フィドルをやったりとかね、マンドリンもやりました。バンジョーまでやってないんです。ちょっとうるさになるぞ。ギターはなんか心地よくいいんじゃないかなということで、今日はギタージャムセッションでございます。さて、この私たちブルーグラスやるとき、やっぱりドッグワトソンなんかがね、一番この印象にあったかなと思います。ハーバードッグワトソン、ブラックマンドラム、キッディ。インストルメンタル、これ歌はないですけどね、サバコワドソンのバージョンが有名ですけど、ブームテイクオフ、キックオフ、キックオフ、この順番でいきます。この順番で山田さん最後ね、めっちゃゆっくりやってここがマストミーン、オノギターブラックマストミーン。Thank you.
こんだけ人数おりますとこう回してるとかなり時間かかりましてね、普通3分ぐらい終わるで曲が5分ぐらいかかったりして、まあ、その分なんかいろんなスタイルを聴いて楽しいと思います。ティーブリー古い曲でございます。 New River Train。山野直人さんでございます。ありがとうございました。